大変楽しみだね。どんなゲームなんでしょうか。よいしょ、来い。はい、来ない。来ないよ。頼むってマジで。やらしてくれ、俺に。頼むってマジで。ガードが硬い、こいつ。もう買ってからね、だいぶ経つんよね、実は。太平記とかね、ボールジャッカスだっけ？は、メガドライブミニに収録されるんじゃないかって噂だったから、とりあえず買ってみたんだけど、実際は収録されてなくて、あれ、じゃあ、これいつ収録しようと思って考えてたわけですよ。だからもう今日、その時が来たわ。太平記。荘厳だな。こういう時に使うんだろう、荘厳って。葬式以外で使う時が来たな。スタート、コンティニュー。もうスタートでしょ。足利町、なんていうのこれ、楠木新田町、わからん。足利町でいいわ。足利町寛一、その1、1900、鎌倉末期、世は婆娑羅の風潮に満ちた。そして日々刀剣と田楽に溺れる執剣北てて帝郷もも、ちょっと待って、なんて読むんだっけ、これ。もはんじゃって、ななな、やばいって言葉出るの。正中の変である。だが、帝帝はだ、ごめん、帝は3ヶ月後唐を脱出。帝の挙兵。ところが近隣の武士はいまだ幕府の意向を恐れ、名のある者は挙兵に応じなかった。それがこいつか。一方、鏑木でいいんかな、楠木、なんていうんだこいつ。マジ太平記を知らんからさ、これドラマが何だなんでしょう。戦士と見せかけて落ち延びた正成か。徒党を集めて泉か高知か。正成が 幕府の大軍を相手に籠城。帝はなんだっけこれ、時、なんていうんだっけ、忘れちゃった。朝敵討伐、朝敵討伐の、あ、もう読めねえって。源氏の名門足利、なんとか討ち、忠討ち、鏑木か、これ。鏑木って読むんかな、もうダメだ、もう全然違う。鏑木ってかなへんじゃん。おい、終わったで、おい。わ からんって、全然説明がないもんな。足利、孫子。でも、昭光が出てきちゃったけど。足利直義。タカちゃん。上杉。赤松。立志のりすけ。小山秀朝。渋川よしき。岩松。これなんでこれちょっと黒いんだ、こっちは。今川のり打ち。キラ、もうわからんって。これ、あー、なんか、変えれる、変えれる。なになにこれ。青くできる。なんで青いんだ？ここは、絶対行かなきゃいけない人たちってこと？これは？行く、行かない決めれるってこと？いや、行かせよ、とりあえず。わかんないけど。これが活かせるなのかどうかもわからんけど。勝利、敵の本陣を奪う。もしくは敵、で、孫子と、これが孫子かじゃあ。違うわ。これ高常。範頼。定吉。これ最後に選んだ人たちだね。六角時信。河野。つうもり。東山美中。
斉藤元気。わかんないな。こぐみたいなやつ。小谷宗明。佐々木、こつよー、かっこいい、こつよ、佐々木、道よ。大山信代みたいですね。こいつ、信代が強いな。信代強い。これな、ここは？わー、どうした？足利宇宙寺、とりあえず行くか。移動すればいいか。山越えんの結構時間かかりそうだけど。どこ？こんな感じね。はい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 。どこに移動しますか？で、はい、どこ。山越えだ、山越え。こうちょくちょく。足利直央。直し。直義。いいね。直義いいぞ。直義も男前だな。上杉なんとか。上杉なんとかもとりあえず、馬でここ越えるには結構時間かかるな。こいつは川越えてくんのかな。これ下から行った方がいいんじゃないか。海っていうか川越えていくのもあんまり得策じゃないでしょ。全然移動できないんだけど。引くぐらい移動できないぞ。森とかは苦手なんだな。やっぱりこう平原であれば大丈夫だけど、森はダメなんだ。エグザイルにいそうだな、こいつ。いるだろう、エグザイルの後ろの方に。踊ってんだか踊ってねえだかわかんないけど。敵軍戦略。基本待機だ。あれ？男前だけ。向こう行ったわ。よし、直義たちちょっと山越えてくれ。てか、直義すげえ。直義の移動距離がやばい。こいつもまあまあやるな。下り坂だからか。いや、素晴らしい。問題こいつだ、これ。ゴミ、ああ、そんなもんねえわ。しっかりしてる。ひどい、今、文句を言うとこあった。働きも見ずに。定義。どこへ移動しますか？こっちでいいんじゃない？ああ、終わっちゃった。間違ったわ。金が2万あって、米が5813。兵糧も考えなきゃいけないのね。これは何ですか？これ。ここ。訪問。三千と探索。三千してみるか。三千をします。全をするわけだ。知力が5上がりました。へー。ちょっと待って、なんか。ちょっと待ってな。知力150やばくね？知力150やばくない？一人。知力で物、飯食ってるやついるな。彼はステータス的に武力もあるし、いや、足利宇宙寺と足利直義、この二人すげえわ。高志直もいいわ。上杉のりふさみたいなやつもいいわ。この二人が平均的な雑魚なんだろうな。こいつなんか知力あったらいいんじゃない？なんか知力ありそうだ。こいつなんか武力でいいんじゃない？武力で。武力に物言わしていこうぜ。調整ってなんだ？次違うやつでちょっと調整やってみるか。指揮鼓舞。特殊能力っぽいな。ないもんね。調整とか、指揮鼓舞とか。はぁ、なるほどな。一人お荷物いるね。勝利条件は敵の本陣を奪う、もしくは敵部隊の全滅。敵の本陣を奪うがよくわかんないけど。敵軍戦略。何もしてこず。こっちばっかり動いて大丈夫なんでしょうか。移動。あそこのあれだね、鳥気になるね。こいつなんかはさ、なんかもっと知力勝負できそうな顔してるよな。気は優しいけど力持ちみたいな。探索してみようか。
この土地の武将を探してみます。なるほど、はいはい、徴兵みたいなことできるわけだ。ここには武将はいません。いないんかい。策略ってなんですかこれ。策略、副兵、へえ、これで終わり。こいつは上杉ちょっと降りてきてよ。早く降りてこいお前。いつまで山にいんだこいつ。登山家気取りやがって。調整とは兵力を調整してください。はあ、なるほどね。他、ああなるほど、隣の兵と隣の人とこうちょっとこうなんて言うんだろう、元気にするみたいな。はい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 、元気にするちょっとおかしいわ言ってることが。でも隣の人を、あ、ここに伏兵がいるんだ。もう意味不明だな俺。なんか意味不明なことばっかりしてんな今。さては日本地図 OK、 来いよ。自軍もううじうじは行かせようぜ。ガンガン行かせよう。うじうじに行ってたかしに、とりあえずたかしも攻めだな。たかしも攻めに使う。キラキラーなんかマジですごい強そうだよな。武力は高くないんだよな。ただ知力は何に使うんだろう。知力ってあれかな、相手のその策にかかりづらいとかそういうことなんじゃないかな。分からんよ。いやめっちゃ適当だけどね。ああ終了しちゃった、間違えました、ごめんなさい。もう一回やらせてください。来るか来ない。いやちょっと待ってな。策略、伏兵はもういいや。あ、でもこの状、あ、違うな。一回動いちゃえば伏兵はなくなっちゃうわけだ。だからもう敵が攻めてくるときは伏兵としてこう姿をくらませることができるという感じではないでしょうか。さあ、じゃあキラ君にこの鳥居の方行ってもらおうか。で、直義にとりあえず攻めてってもらおう。直義大丈夫でしょ。直義とこの高志に、高志直義のコンビに攻めてもらってた。細めはとりあえず光栄でいいんじゃない。うじうじどうすっかな。うじうじはまあ移動距離、移動速度というかかなり移動範囲を高速に移動できるから前線でいいんじゃない。切り込ませよ。さあ初戦が、間もなく初戦です。楽しみですね。これちなみに下の方には、ああ何、下の方にもいるじゃん。やばいね。このじゃあボンブというか盆章に下を守らせる。こいつもいいじゃん、こいつも下を行かせよう。で、このエリート3人組で上を潰していこう。どこどこどこ、体力ねえなこいつ。たかし意外にあれだな、なんかかゆいところに手が届かないタイプだ。いや分からんよ、その体力はないけどやっぱ一人一人のマッスルはすごい鍛えてあるとかそういうことは考えられるかな。足利直義の部隊が川の通勢通森、豊森、わからん、東門、東勢の部隊に襲撃されました。おお川野なかなか強そう。お、歩兵じゃん。そういうことじゃないのか。いや見てこの武力。ん？え？槍兵。あ？あ、これ決めれってこと？
あー、出陣させる武士兵力を減らしたり増やしたりできるってことじゃないの？でも弓兵とか増やせないんですけど、騎馬隊も増やせない。よし行こう、よし行こう。すんごい、これちょっとちょっとちょっと行かせすぎた可能性が高い。行った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 。なんかできる？なんもないよな。オッケーオッケー。さあ衝突するぞ。おわおわ、うううう、一人やられた。いける？うう、二人やられたぞ。相手の兵強え。おいおいおい、相手の兵強いぞ。武将がお前先陣切って乗り込んでぶった切られてるじゃん。いけ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 、頑張れ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 。大丈夫？大丈夫なの？あ、大丈夫なのね。おっしよしよしよし、勝ってる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 。足利直し、一騎打ちで肩をつけようぞ。返り討ちにしてくれる。なんでよ。オーケーオーケーオーケー。おお、これ操作できる。オーケーオーケー、貯めれるわこれ。はい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 。いや惜しい。貯めて、貯めるよ、貯めて貯めて貯めて。なんか思ってた一騎打ちと違うな。でもこれ、いやマジで遊んでんのかこいつら。倒した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 、やったぜ。川の豊森、遠森、通森、通勢を討ち取り、敵部隊は全滅いたしました。もう読み方めんどくせえやつは、もう片っ端から殺そうマジで。でこれでうちのこいつかなりヤバくなったよね。だから調整かな、兵力調整。うわだいぶきちいな。策略副兵でもいいけど、待機、それでは待機します。待機させれたら体力かけちゃしねえかな。わからんね、わからんけどなさそうだな。ここ2人、こいつらでいけるか、なんか不安になってきたな突然。で結構減ったんよ、結構減らされたから。今川くんの兵を彼に一回渡そうか。こいつなんかは結構強いんだよ、武力100以上を超えてるから意外に戦えるんじゃないかなと思うんだけど、武力が100超えてないこういう人たちには訪問参拝参拝してるわ。もうなんだかわかんないとこに参拝して、人徳が2位上がったってさ。人徳とは、人徳の説明をしてくれ誰か。おい、お金ばっかりなくなるぞ。米も4700。お、来た。お、たかしが襲われた。なんかおけ、こげ、こげやみたいなやつに。こげや胸明。うおー、何の陣これ。これ相性とかありそうだな。なんかあの陣形にはこれでしょみたいなのがある気がしない？なんで上がんねえんだこれ。なんで歩兵しか増やせねえんだこれ。まあいいや、歩兵でいいや。向こうがあの陣であれば俺はこの陣みたいなのがあると思うよ。あれ、両脇に分かれてるわけでしょ。じゃあ俺もなんかこう、かす、かざみ取り、はさみ取り、この形でいこう。いいじゃん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 。行くぜ。ゴー。同じ陣形なんだけど、部隊数が違うから、こっちの方が強いみたいな。うわぁ、ちょっと向こうの弓兵の方が強いんですけど。
なんかどんどん死んでいくんですけど。ちょっと待って、嘘でしょ、そんな強いの敵。あー、まずい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 、かなりまずい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 。もう一騎打ち行こう、一騎打ち行こう、一騎打ち行こう。はい、一騎打ち、一騎打ち、一騎打ち。はい、お受けいたす。はい、はい、はい、お受けいたす。はい、お受けいたす。オーケーオーケー。このため攻撃、もう最終的にはアクションゲームよ、こんなもん。こんなもんアクションゲームよ、マジで。なめんなっつ、ほんと。お、これが戦国よ。たかしをなめんなよ、ほんと。たかしのこの追撃。逃げてろ、これ。ドッグファイトよ。後ろついたもん勝ちよ、こういうの。いやー、こいつ逃げる、マジで。おい、逃げるしかのがねえか、お前は。戦国の世で生きたければ、子宮をあげよう。これが戦国頭脳バトルじゃん。ボケカス、オッケー、やったぜ、敵武将。なんか、こぎそうな名前。小げたに胸焼きを倒したわ。もう、マジで読めない敵を片っ端から殺していくぞ。マジでやばくない？体力10なんだけど。46回復してなくない？もう戦えないよ、正直これ。戦えない。やめ。どうしようか。家とかで回復できたりしないかな？これかなりまずいね。かなりまずい。うじうじもちょっと戦えない、これ以上は。これでも死んじゃうもん。だってこんなとこで戦ってたら。敵こんなに強いんだったらもうシャレにならんわ。こいつは下行っていいわ。下行って。問題は、これ本当にどうすんだろう。本当にどうすんだろうなんだけど。これちょっと参拝、陣頭かけてる場合じゃないんだよ。訪問で探索。この土地の武将を探してみます。来い、武将。すごいの来い。ドラゴニア来い、ドラゴニア。いません。武将なんていません？あれ？これ仲間じゃねっていうか。あ、これ仲間じゃん。おい、仲間かよ。すんごい武将じゃん。もうなんだ、仲間か。先に言えよな、こいつら、ほんとに。人が悪いな。絶対倒せないと思ったわ、こんな。数が足りねえと思ったんよ。赤松遠心めちゃくちゃ強くない？こいつ。うわ、しかも移動距離見て。野を越え、山を越え。小山は大したことねえな。小山はとりあえずいいや。今回、武功を上げた人たちはもうとりあえず、もう一回下げよう。で、まだ武功を上げてない人たちだけで攻め入る方にしましょう。他に何か見落としてるマップのなんかないか。実はここにも敵がいましたとか、ここにも仲間がいましたみたいな。ありまへん？そんなのありまへん？下がってる。二人やられてついに動き始めた。遅いんじゃないの？恐れなしてるんじゃないの？我々足利軍の勝利だ、これは。敵には背を向けたぞ。我々の勝ちだ！えい！えい！ああ！これ本当にあった戦術だから。別に負けてもないんだけど、勝ってもいないんだけど、もういきなり、えい！えいってこう勝ち時を上げたんよ。あらゆるとこで。そうすると、囲まれてた兵士たちは、あ、うちの大将やられたんかもしれないって、うちのチーム負けたんかもしれないっつって、なんか、降参だーっつって刀を置いたのよ。っていうのが実際にあった作戦ね、これ。だから負けても勝っても、どっちにしろ俺たちはえいえいを言うから。基本的に。勝ち時を上げる。どう？なんか、頭良さそうでしょ、俺。頭良さそうなこと言い始めたでしょ。こういうの入れてくから、ちょいちょい。これはこれよ、これ。これね、川が多いと移動が
大変どす。訪問徴収、民から金表料を徴収します。うん、かなり徴収した。いいでなーい。情けかけんなよ、民に。民に情けをかけるのは意味がない。民にはちゃんと俺たちの分まで、俺らが刀を振るう分、しっかりみんなにも鍬を振ってもらわなきゃいけないわけよ。同じだけ汗水血流して、それで初めて平等だから。だから民も俺たちに情けをかけちゃいけない。俺たちがもし敗れるようなことがあれば、俺らを罵倒し蔑みね、それぐらいのことをする権利はあるわけだから。俺はね、侍とか平民とか農民とかさ、貴族とかそういうのがない時代にしたいと思ってる。さあ武将来い、共に戦おう。おりまへん。分かっておりました。佐々木めは分かっておりました。ここに戦う者などいないということ。でも良いのです、それで良いのです。行くのです。ちょマジでこれもう本当にちょくちょくな、たかしもうやることねえよこれ。たかし参拝しよう。ポー、人徳が弱かったわ。おめでとう。じゃあ彼も参戦しよう。ポー、知力が弱かったわ。なんで理由は知らん。もう好きにしてくれ。あいつらはあいつらの好きにすればいいさ。それがあいつらの戦いだから。あいつらはあいつらなりの戦いをしてるのよ。俺たちがさ口出しちゃってしょうがないわけ、こういうのに。来いよ、どっからでも変わってこい。俺は短期かかってこい。全然来ねえな、マジでびっくりするぐらい来ねえ。来いよ。策略待機調整、今川さん、キラは調整はできるけど特に何もないな。赤松、赤松も同じような徴兵はできる。でもこいつはとにかく武功が強い。武力ね、126もある。126っつったらうちの総大将より強いんじゃない。うちの総大将見てみるか。130、化け物化けの門だったわ、こいつに関しては。この化けの門、さあ来いよ。やばい、こっちの赤松、赤松2人いる。赤松2人いつねえ、常家、赤松常家、こいつ西城秀樹、渋川秀樹。ここ訪問しましょう。訪問探索、連れてこいてあるか。いません。おい、マジ体力回復しないんだけど、これどうやって体力回復するの。これ回復できないのかな。ヒーラーが必要なんだけど。あれ、ヒーラーいないの、このゲーム。かなり渋いね、そうなると。こう一生こう訪問し続けよう。いやー、まあいねえか。まあいねえって言ってんのよ、俺なんかさっきからしつけえからな。もう一回徴兵すっか。徴兵というか、うわー、あいつらなんかいい感じに陣形組んでんな。一人でも突っ込んだら結構痛い目に遭う気がする。ここはいつでも突っ込める形にして取り囲もう。とりあえず今は取り囲みましょう。おいおい、川渡れ。来た来た、赤松、南の赤松が来たぞ。鬼の赤松が、赤鬼と呼ばれたあいつがついに戦場に来たな。橋を越えてきたらしい。
何？赤松が！向こうも震えてるやろ、しびれてるな、多分。飲んでた杯を落としてるわ、おそらく大将が。カラーン、もう一度言えっつって、はい、赤松が敷地内に。で、その側近みたいなやつか、それは本当か、誠であろうな。もう総動員や、竹中直人が鬼のような顔で笑ってるわ。逆だな、笑顔で怒る人だった、あの人。頑張れみんな、行ってくれ。おい、これさ、一人引きつけたいな。でもうちの総大将は正直向こうの総大将とぶつけたいわけよ。向こうの総大将ってのはこいつ、佐々木道道夫、佐々木道夫よ、うちのお母さん。ミッチーにぶつけたいから。うちの母親に大将ぶつけるためには、これちょっと、おー、いいじゃん、いいじゃん、来て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 、いいよいいよ。赤松、赤松兄弟、いや、あ、親子っぽいな。南の赤松、東の赤松が来てる。大赤の親子って呼ばれてるから、この都では。語呂だけで喋ってる、さっきから語感だけで攻めてる。お前声早く、こいつ何なんだマジで、チンタラしやがって。叩っ切るぞこいつから。あれ、俺らに川渡らせたいみたいだな。結構最初にしては難易度高いマップなんじゃないか。ここね、慎重に行きます、俺は。さすがに、さすがにね、ここ慎重に行かないと結構痛い目を見る気がする。とは言いつつ、結構もう勝負で行きたいと思います。もうここに立たせる。赤松、さあ、に赤松が、赤松親子が並んだぞ、ここに。あの赤松親子がついに揃い踏み。恐ろしかろう。そして宇治宇治も到着。さあ来た、岩松常家の部隊が、あれ、岩松六角政治が攻めてきた。岩松、ね、あの弓部隊に兵を減らされたらかなわんのよ。こいつ赤松じゃねえ、岩松じゃん。騎兵隊いるじゃん、しかも。あはははは、歩兵を増やそう。もう歩兵全力でいっていいよ。 OK。 で、両脇にいたでしょ、歩兵が。あれやられたくないんだよ。だからこれでいっちゃうと全、もうガンガン削られちゃう。これとこれを削られちゃうんだよ。だからこれだ。おー、いいねー。うわ、早い早い早い、いける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 。見てくれ、このど真ん中突っ切るぜ、うちの騎兵隊が。ズン入った、いいねいいねいいね。はい、死んだ。うちの騎馬隊マジ何だった、あれ一瞬だったけど。頑張れ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 。おお、持て余してんな、おい。うちの部隊弱いかもしれない。いや、しかしこの岩松、そもそもが武力の高い人間。大丈夫大丈夫大丈夫、こんなことで負ける。大丈夫大丈夫よね。来たー、向こうの将軍来た。ちょっと本当に大丈夫、あ、大丈夫これ。
奮闘快楽岩松つないえつねいえかな宇宙人に泣いちゃうぜ俺。